宇都宮ブレックスと横浜ビーコルセアーズのゲーム、最初の得点が宇都宮フォトゥ、これはもうノーマークでトップの位置からというスリーでした。そして、マブンガとスコットのプレー、マブンガのアシストで見せたというプレーです。これはモリスとの合わせです。モリーからモリス。さらには第1クォーター最後残り1秒9というところのキング界のブザービーターがありました。第1クォーター横浜5点リードの折り返し、第2クォーターのマブンガの最初の得点がありました。そしてこの第2クォーターの後半からの河村劇場をご覧ください。ドライブインからのまず得点がありました。さらにこれはトランジションからですね、早い攻撃、コースト2コーストのアタックかと見られてキックアウトの大場の3を呼び込みます。河村もガッツポーズ、今右手を強く握りしめていたのが見えました。さらには福岡第一大先輩イカルガからボールを奪ってのアタック、ここのスティールからです。そしてターン、さらにノールックのジャクソン、素晴らしいシーンです。さらにはキングカイ川村須藤のコーナースリー。この第2クォーターの川村選手が絡む攻撃は圧巻でした。そして第3クォーター後半です。イカルガ選手のフックシュート、これがですねその下でファールが起きてというプレーだったんですが、さらにはこれオリバーから河村、ベースライン際狭いところのジャクソンへの合わせ、もうジャクソン選手はこう河村選手がドライブでアタックしたらもう必ず飛び込むっていう、もう信頼関係できてるんでしょうね、おそらくね、本当に息ぴったりという感じでした。そしてアラヤの3、アラヤのこれが今日初得点で、第3クォーターの最後須藤のブザービーター、これ森井の速いアタックからノールック背中を通すパスでの須藤の得点でした。さあ2桁の得点がついて第4クォーターですが、オリバーのスティール、これでまた2桁差がついたんですが、ここから宇都宮を追い上げて3ポイント構成、アラヤの3、そして竹内のコーナー3、さらにもう1本アラヤの3があって点差が縮まってきました。これは河村、竹内のディフェンスをかわしてのこのアタックでした。細かいドリブル、そしてこの軌道の高いショットでした。で宇都宮この後スコットがゴール下で得点を稼ぐというシーンが続きました。これはリバウンド、セカンドチャンスのポイントでした。これも一つ宇都宮の強みです。これで1点差に迫ったんですが、その後河村がフォトゥのこのショーディフェンスをかわしてのオリバーへのノールックのパスでした。そして比江島の得点、これで残り32秒で同点になって、71対71で川村がオリバーのピックを呼び込むんですが、遠藤が前にいてここからアタックするんですが得点ならず。そして残り3秒後のシーンだったんですが、3狙ったんですがこれが決まらず、結局71対71、引き分けということで、ゲームが終わったということになります。